はいどうも、E3 会場じゃないですね、ホールームからやってまいりました近いけどね、近いけどね、すぐそこですけど、はい、ということで今回はですねシェンムー3についてクラブさんにお伺いしようかなと。はい、プレイしてきましたよ。プレイしてきましたよね、はい、はい、じゃあまず一番の違いというか一番ここ進化したなっていう感じのところを教えてください。過去作との違いね、はい、一番の違いで言うと、うん、面白いことにね、うん、よりゲームらしくなったんですよ。ゲームらしくなった、うん、なんかねちょっとシェンムって変わったゲームではいはい、はい、なんか30分バスのバス停の前で待ったりとかさ、あなんかあの次の日まで待ち合わせで暇だからガチャガチャ遊んだりとか、はいはい、あんまりゲームしてなくて、なるほど、こう日常シミュレーターみたいなところがあって、あそうですね、はい、で今作そういう要素がないのかって言ってそんなことないんだけど、うん、なんかねそういうこのゲームの中のミニゲームとかがそれぞれつながっててゲームループを作ってて、まあ、例えば バトル一つに関しても、はい、あのRPG みたいに、うん、あの自分よりレベルの高い敵と最初戦おうとすると絶対勝てないようにできてて、まあ、絶対は言い過ぎだけど、まあ、鈴木優さん以外によると100人に3人ぐらい倒せるかみたいな大変です、ね、だから、まあ、そういう前提でできてて、そこで道場で修行しに行ってあのそれこそ魔法あのクンフの修行をしたりとか ね、はい、あの木人を叩いたりとか、はいはいはい、あのサンダなんか手合わせをしたりとか、うんうんうん、でそれでこう能力値が上がるんですよ、量の。あ、能力値が上がるんだ。上がってでそれが上がると、強くなって今度は団員があって道場の中に次の団になるためにその道場の武装と戦って勝つと初段とか2段3段になってであのこのデモの方で倒さなきゃいけない敵は、はい、あの道場に行くと実はその道場生でもあり、うん、2段だっていうことが発覚したから、うん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 、そこでプレイヤーはあーじゃあ俺も2段まで成長すれば、渡り合えるんだろうっていうことが分かって修行してから戻ってリベンジを取りに行くっていう。なるほど、ね、それが結構やっぱその RPG ライクな感じになってて、はいはいはい、今までだと別にそういうゲームした要素があんまりなかったから、うん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 、まあ、あとは食事ですね。食事って聞くと非常にシェムっぽいなって感じがするんだけど、過去作もほら自販機を買ってジュースを飲んだりしてましたよね。でもあれってさ、はい、あれだからそこがゲームっぽくないんですよ。あれって飲んで特に意味ないんですよ。ああそっか、別に体力回復するわけでもないし、ほぼほぼ意味ないんですよ。でこの食事っていうのはやっぱゲームプレイと密接につながってて、うんうん、要はバトルでやられたりすると HPつまりは体力が減っていって体力が減った状態で次の試合に挑むとまた体力が弱いままなんですよ。あ、そうなんだ。 HP が回復しないですね。自動回復しない、うんうんうん、あと体力が底をつけると走れなくなる探索時、おだから必ず食事を取る必要が出てきて、でいろんな店で食べ物を買ったりできる。なるほど。だけどお金はよりシビアになってるからそう簡単には食べ物にありつけないから、ありつけない今度はいろんなそれこそあのアルバイトで巻き割りをやったりとか、お金稼いで、ね、ギャンブルをしたりとか、釣り竿を借りて釣って魚を売ったりとか、はいはいはい、お金を調達するための方法がいろいろと用意されてて、だから体力、お金、食事っていうのがあの三角関係みたいなものにあって、それもまたゲームプレイループを生み出しているので、なってますね。今までのシェンムっていうのはそういうゲームっぽい要素よりもとにかく世界観を味わう、はいはい、そういう作品だったので、言われてみればそこがすごい変わったところだなと思いますけど、ね、だから僕はそういうのを聞いてて、うんうんうん、ちょっと不安もあったんですよ。そういうところがあんまなくてシミュレーターっぽい作品だからこそ唯一無二の体験だと思ってたんだけど、そこがね結構バランスが面白くて、プレイしてみるとねそういうゲームっぽい要素がむしろシミュレーターとしてのシェムに貢献しているところがあって、なるほど、ね、例えばほら自動販売機であれば意味がないから、はいはいはい、何回かへへ面白いねこのアニメーションって言ってやんなくなるんですよ。終わりですね、それで。で食事も意味がなければ多分そのうちやらなくなる、うんうんうん、一回食べればもう満足しちゃうかもね。そうそうそう、うん、あ面白いって言ってもやんない、うんうんうん、でもこれ意味があるから毎日ちゃんと量に、はいはい、規則正しい食生活を送らせていくわけなるほどなるほど。それがやっぱシミュレーター。あー面白いですね。でバトルに関しても同じで、ワンでも修行ができて、うん、修行すると技の熟練度が上がるんだけど、まあぶっちゃけ全くやんなくても一回も苦戦することはない。そうなんだ。でプレイヤーに苦戦をさせてもっと明白に修行させることで、はいはいはい、そのゲームっぽい要素が良くなると同時に、実はその寮の武術家としての修行ももっとあのリアルにシミュレートされてるところがあるので、はいはいはい、一見すればシェムっぽくないけど実はシェムの正当進化なんじゃないかみたいなところも、そこはもっとじっくりやらないとわからないですけど、でも今の聞いてみるとなんか
僕ね途中でワンツーワンワンか、はい、ワン途中で挫折しちゃったんですけど、うん、スリーのそのシステム聞くともう少し続けられそうだなっていう気は断然してきましたね。ワンはねそういうゲームっぽくないところがないから、うん、野口さんみたいにやっぱそのシステムとかに興味のある人だとちょっと辛いところがある、はいはい、でも逆にねあのシェムファンにとっては一番大事な部分は、はい、あの、うん、その世界のディテールみたいなところで、まあ、要するにあのハッカソンという最初の物語のシェム3の始まりの村なんですけど、はいはい、その町外れに小さなお店があるんですよ、うん、でそこでお店のタンスを一つ一つ開けてでこのタンスにはスパイスがいっぱい入香辛料がいっぱい入ってると量はスパイスいっぱいあるなって口に出すんですよ。あ、セリフを。そうそう、で今度は奥に行くとねあのマトリョーシカロシア の, あの人形みたいなものが置いてあって、はい、なんで中国にこんなもんあるのって思うわけじゃん。確かに確かに確かに。で探索してインタラクションすると量はなぜこんなものは中国にあるんだろうっていうわけで結構そういう意味で の, その環境ストーリーテリングみたいなものが結構シェンムの妙だったりして、普通のオープンワールドっていろいろと細かいものが綺麗に用意されてるけど一つ一つのものを実際に眺めてみてそれについて主人公が何か感想をこぼすっていうゲームはあんまなくて、あったとしてもライフストレンジみたいなのあるじゃん。そういうのコンパクトにまとまってるような、そうそう、それねあのほらオープンワールドじゃない舞台の中であってシェンムはオープンワールドの中にライフストレンジ並みのディテールを作り込んでる。やばいですね、大変ですね全て見るの、まあ、ウォーキングシミュレーターちょっとゴーンホームとかとちょっと似てるよね。だけどゴーンホームとかアイウォーキングシミュレーターって人いないじゃん、うん、あそうですね、シェンムはそういう意味では人のいるウォーキングシミュレーターみたいなところがあって、あそのハッカソンの村人はみんなそれぞれ唯一無二で、はい、まあ、デモではなんかあの顔に傷のできたあのギャンブルの胴元を探すという、であの例えばあの食堂のおばちゃんに聞くと、うん、シーッとかって言ってきて、わしの旦那はねギャンブラーだけどちょっとこの話をするとまた行っちゃうからあんたそういう話やめなさいみたいなことを言ってくるのよ。面白いな。でそこをさあのただあっちだよじゃなくて一つ一つの NPC になると、はいはいはい、に話しかけるとそれぞれちょっと違う面白い話をしてくれるので、そこもまた本当にあのシェンムの魅力で、その人とのインタラクションと物体とのインタラクションを通しての世界観作りみたいなのが本当に唯一無二で、確かに、ね、そこがかなりやっぱお金かかるじゃん、はいはいはい、作り込むと、そうですね、そこが全くあの劣っていないっていうことが、うんうんうん、何よりも多分シェムのファンを喜ばせることだと思います。いす、ね、はい、なのでそういう意味ではあのフェムファンは間違いなくワンツーと同じぐらい面白いゲームになってると思います、はい、むしろ超える可能性超える可能性ある気がしてきた。あのバトルはね、はい、ワンツーの方が確実に面白い。おそうなんだ、うん、そう、うーん、だけどそういう RPG ループがなかったから相対的に見たら、はい、もうちょっとやってみるとバトルの深みも生まれるかな。バトルそれ自体の深みは正直そこまだない気がしてます。でも本当にやっぱ過去作はそのバーチャファイターの知見があったから、あ、そうでしたね、その、はい、あのエンジンをベースに作れるから、うんうんうん、今回は限られた予想でそういう資産もないから、はいはい、一から限られた人数で、はい、あの他に世界とかオープンワールドも作りながらバトルシステムを作ってるので、はいはいはい、まあ、投げ技がなくなってるし、あのコマンドもねあんま格闘ゲームっぽくなくてフェイスボタンだけからなってるので、 そこは確実にスケールダウンしてると言っていいと思うけど、なるほど、まあ、でも RPG 要素で補ってあって、うん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 、やっぱシェンムのストーリーを届けるための一つのシステムとしてはもしかしたらうまく機能するんじゃないかなっていう気はしました。楽しみですね、うん、はい、はい、ということでグラブさんのねシェンムプレビューでしたよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。俺たちの邪魔をしやがる日本人は一人で乗り込むとはいい度胸だ。